はい、皆さんこんにちは、KYC でです。今日はナチュラルモイスチャーファクター NMF の低下とですね、美意識の低下ということでちょっとお話しさせていただきます。ナチュラルモイスチャーファクターというのは、自然保湿因子といいまして、もともとですね、人間の肌に、この保湿をこう潤いをですね、保持しておく力、こういう、ものがあるんですけども、それがだんだんですね、やっぱり弱まっていきますと、せっかくつけた化粧水もどんどんこう蒸発するというか、どんどん外にですね、逃げてしまうということがあります。で、これはもう誰でもそうなんですが、年齢とともにですね、その力は弱まっていきますので、ある年からなんか急に乾燥しだしたとか、いろいろあると思うんですね。で、その変化というのはもちろん起こるべきことなんですが、そのことによって最も大事なのは、そのことによってショックがらないということです。もうそうなってきた時に、あとはその変化に応じて自分が補うという心構えですね。これをまずしてもらいたいんです。何かというと、大概こうたくさんのその年代層の方とお話ししてますと、その時にちょうどその自分の肌が変わる、乾燥がすごく気になりだした、もしくはシミシワがものすごく出だしたとか、なんかそういう、いわゆるその肌の変化が起こった時に、その時に大体ちょうどですね、その美意識の低下というのも起こり出すんですね。これはどういうことかというと、例えばその環境の変化が非常に、多くなります。例えば女性の場合は、結婚された時にその子育てとか、家事ですね、いわゆる家事の環境の変化、それと子育てで、その嫁姑の問題であるとか、その時にご自身も仕事をしている時両立すると、いろんなことがあると思うんですが、そういう環境の変化がすごく同時に起こるわけです。でもその環境の変化、いわゆるそれによって、所詮もうええわ、もう年やから、もう、今更という形でですね、美意識の方がどんどんその忙しさによって美意識の低下というのが起こるんですね。だからナチュラルモイスチャーファクターの低下も起これば、美意識の低下も起これば、これはもうダブルですね、パンチなのか、ダブルパンチなんですね。だからそのナチュラルモイスチャーファクターが下がってきた、乾燥が始まったという時に、その、周りの環境が、忙しくなった時でもですね、そうか、これか、いうみたいな形で心構えをしておいて、いつもよりか多めにですね、化粧水を入れていく、いつもより少し、保湿力の高いクリームにこのチェンジしていく、こういったことをですね、心がけていただけたらと思ったりします。とにかく、ナチュラルモイスチャーファクターは増え続けるわけにはいきません。下がっていくばかりです。そういう時に、補っていきながらですね、うまく乗り切っていただけたらと思います。ということで、今日はナチュラルモイスチャーファクターと美意識低下のお話をさせていただきました。またお会いしましょう。ありがとうございました。